に出る9時ぐらい、心おはよう。ギラちゃんも寝てます。おお、ちょ、熱下がってます。ん、熱下がってます。何で起きてるの？これほんまでも口閉じなかったのかな。ギラちゃん、起床。あ、お先。そう、なんかね、新しい装置に変わりました。前まで透明やったんやけど、透明で結構ね、ハード系やったのがめっちゃごめんみたいな。これでも同じ効果を得れるようです。よし、今からご飯だ。朝の洗濯ですね。素晴らしい。さあ、奈々ちゃん起きようか。電気をつけます。行くで、あと1時間あ、掘っていく。早い早い、掘っていかれるのは嫌だ。早い。そしてぬいぐるみを、今日はどれを持っていくんだ。ロッツ。はい、おはよう。ロッツじゃない、よっすい。さあ、みんなでご飯だ。おはよう。これやで。おい、顔ぶっさくやぞ。おい、顔ぶっさくやぞ。これやで。なんか言うねん、お前。みんなに帰らないけど、昨日も食べてる。私はもう食べた。これ嬉しくて。いただきます。ちょっと昨日さ、添え木してから寝たやん、うん、足痛くてさ。痛いやろな。めっちゃ痛い。テーピングやろ、しても足があったら、こう、ここにこう、なんか何、割り箸かなんか挟んで。いただきます。やってんな。いや、絶対骨折これ。マジで痛い。よし、病院行こう。もう遅いと思う。もう1週間経ってるやろ、うん、シャワーヘッド落ちてきた。はうまい。うまい。シャワーエッセンは高すぎて意味わかんないし。余ったらもったいないから。シャワーエッセンが美味しいけどな。でも美味しいけどさ、あれ少ないやん。うん、一番高い。タバコ我慢したらシャワーエッセン買えるかもしれない。めちゃくちゃ買えるやん、健康に悪いで。でもな、いざという時にな、例えばゾンビに襲われた時とかにな、逃げるってなったらな、タバコ忘れるで。これはゾンビ多いな。いや、ゾンビの話多いな。食われてな、ゾンビになればいいね。肉食べ放題っつって東京ブールやん。うん、じゃあココロくん、まあ、先に誰食べる？ナナ。ナナかココロかな。一番だって肉うますごい。ムーちゃん、ムーちゃん、ムーちゃんと脂肪しかないな。ゾンビになってさ、その人を食べたらさ、その人の記憶まで受け継がれるってなったらさ、誰食べる？ねえ、大谷翔平。トマジ、マネキラブラ殺すな。ガーディアブラシュ、あなたの上レビューさ、R1。 まあ、よ、朝カレー最高すぎるやろ。イチローかよ。イチローやな。ユニバー行きたい。行きたいな。秋田のじいちゃん、秋田にじいちゃんおるんか。これ出してくれる？ココロも3000円で売るから。ごちそうさまでした。ココロくんブロッコリー、あ、30円捨てた。9時ぐらいじゃ出るぞ。なんて書いてありますか？しっとりフード。おいしい？顔が見られるおやつ。おやつ、これおやつです。あ、はい。みーちゃんにやった。みーちゃんに俺やったな。それさ、みんなカレーやらスパゲッティやら並んどんのにさ、チョコレート渡したやん。お前やで。お前ら、みーちゃん食った？食ってなかったよ。なぜそうなる？ごめんよ、みーちゃん。みーちゃん痩せてきた。これやったのかな。カネコの餌をやった方がいい。栄養価高いから。はい。ミスりました。猫の毛がすごいんですけど、インペリオ妙だに久々やねんけど、募金活動で立ったぐらいで、立った以来やから、ほんま15年ぶりとか。ジャンバいらんな、これ待っててねって。はい、心がこけた。大丈夫？金曜日に左側ひねって、今日右側ひねった。大変ですね。めっちゃ前くら。はい、かわいいです。足寒くないんですか？すごいですね、若いって。さあ、妙谷駅のゴミ拾いに来ました。ゴミ拾い2回目です。頑張りましょう。え、こんなとこ通るん？
なんかユニバの入場ゲートみたい。間に合うかな、10時集合やで。スタバやろ。うん、スタバない。あれ、ナナハもココロも前の方行っちゃったんじゃない。はい、こんな感じでココロくんとナナちゃんは先頭を切っていってます。素晴らしい、ココロが頑張っております。620ポイントってなんなん。ポイント制やったん。タバコのゴミが多いです。うん、タバコのゴミがめちゃくちゃ多いです。灰皿詰め車に。俺は持ってるの4つぐらいあるぞ。どうでしたか。なんかブランコ休憩してましたけど。あ、それはないです。ダメー。ママは牛角がいいです。ジョッキの中にジョッキジョッキいて。なんでそんなコーラつぐだけで嬉しそうな。ナナちゃんがマグロをいっぱい食べてます。いい、私は貝とビール。お母さんにウニくれてありがとう。あのさ、ほとんど心の分よね。まさかの撮影許可いただけたね。はい、ね、優しい。ウニやばい、へかやめやな。ほんまさ、あの炎上勢のおかげでさ、撮影肩身狭くなったから最悪やん。ちょっとごめん、メステロするわ。ウニな、やば、うまいやろ。うん、うん、やばい。マジ？うん。ナナちゃん、ゴミ拾い楽しかった？お腹凍結みたいな。泣いたかった。心がさ、あんなに頑張ると思うんだって。心死んでた。うん、めっちゃ頑張ってたね。うん、まあ、ちっちゃいこと遊んだけど、最後。全部うまそうだね。ブランコ休憩して。ブランコ休憩。全部食べ終わるまで。帰れませんでしょうか。売れませんよ、じゃあ。一個もらい。あ、取られた。駐車場が分からず迷子です。ここの結構方向音痴かもしれんな。私の地ですね。ずいずい前行きよるけど、地図持ったもココロくんだよね。あ、ゴミ発見。あ、めんめん。徳を積んだらね、生まれ変わったら人間になるかもしれないんで。いや、生き返ってくる。ブラッシュアップライフ飲みすぎやろ。支部に行きます。はい。トイレ行きたいです。トイレ。インセンディオ。何？下唇を受け皿にしと。薄っぺらいんじゃね？みたいなやつじゃなくて。薄な。はい、帰ります。もしかしてだけど、もしかしてだけど、ヒカルに荷物が届いてるんじゃないの？うん、よろしく。あの君。え？アバダケダブラ！殺すな！いいねんな。アバダケダブラするぞ。した。いいねんな。した、お前。おお！すげえ、おめでとう。ありがとう。おめでとう。ホグワーツレガシーっすね。ああ、なるほど、頑張れ。実況してやらんからな。俺4で十分ない。え？私が使うこれ。ヒカルでいいんじゃない？ホグワーツレガシーできたらそれでいいねんけど。あ、でもヒカルでいいんじゃない？これ買うなら iPad 買ってほしかったな。4ちょうだい。iPad いらんやん別に。4ちょうだい言うとでも。じゃあ5もらうわ。争奪戦が始まるで。どうするこれ？いや、あのな、人生初プレステやね私。心に使わすのは。私のよ。甘酒ダブラ！ナナハちゃん、心くん。一応さ、左足さ、金曜日にやってさ、左足さ、4回目やねん。両足すんの。まだ僕はこれできる。何しとったの。何もしてない。え、持ってきたん。ありがとうございます。おお、お腹いっぱいで眠たい。ポケカーでさ、売るものとかないの。それでは、今から自分に行きたいと思います。あ、ワン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 、かわいいワン。トリミングしてワン。かわいい、はい、かわいい、かわいい。おとんの部屋に売れるもんを探す。おとんの部屋で売れるもんを探す。ていうか、こんなん売っていいねんけど。これ、ナナちゃんサイズもちっちゃくて入らん。これ、売る売る。マージャンパイだ。マージャンパイ、そこにあったん。あれ、心とやろうって言っとうから出しといて。あ、そんなにしたん。いいやいいやん。はい、渋行きましょう。この靴、今度出すねん。私、これさ、これ持ってさ、コンビニまで歩くの。そうやで。はぁ。そうそう、そういうこと。頑張る。5段ほど渡れ。こけんといてくれる。ナナトパ、顎で開けようとしないよ。顎に、顎油つく。お姉さん、なんかまた俺の方向で会おう。はい、届きました。そう、アバダケダブラ。そうやねん、っていうねん。やからさ、こっちが反応に困ってもってさ、もうちょっとさ、なんかおいしいのにって言ってくれたら、そしたら iPad 買ってくれたらよかったのにとか言うからさ。えほんま。え
反応台風ベイベーしていいよ普段の様子で。あ、持って帰るの忘れた。え、やめて、やめて。交換ノート置いてきた。あ、ゆなちゃん交換ノート取ってきて。どうしたらいいな、配信の用意せなあかんの。交換ノート、交換ノートが一番。エンディング取らない。そう、二人で歩きながら行ってきて撮影して帰ってきた。いや、筋肉骨折れとるから。私足骨折れてるの。 Vlog 切ります。電池ないんです。あ、フレンド、はい、さっき前半にね、募集してました。今とりあえずちょっと終わっております。あー、リュウちゃん氷結がに残り37秒で見るのはこれ勝てませんかもしれません。ソフト活言大丈夫？ソフト活言2月やね。勝てないでしょこれ。やめて。じゃあ値段を調べて売るっていう作業を今からまだしていきます。メルカリの動画が、あ、それしなくて、いや、飲んでんねんけど大丈夫？ココロくんメルカリに本気やねん。ポケカに本気じゃないねん。メルカリに本気やねん。社会経験よね、こういうのね。いや、だからフリマやりたいねん。フリマ、お風呂入ります。とりあえずこれ取っていいかな。痛いんよね、こうやって固定されとうからかな。痛いんよ。サラダーさんとヘアセットの様子は何しとったの？サム頭洗って、サムずっと待っとった。うん、そうやね。サムお風呂好きですよ。いや、お風呂違う、語弊があったわ。お風呂上がった人が好きやね。おい、こいつ洗えてねえなとか思っとうから。そう、匂いフェチ見て、マジで。お前、人に運動かい。興奮してる、興奮してる。何？お風呂もなんかシャンプーの匂い好きなんだよね。ほら、何？変態？お風呂好きなんて。なんでそこにおるの？わからん。まあまあ10時半です今、はい、ぐる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 言ってこの寝顔パトロールの時。かわいいな朝のね、午前中のあのボランティアの使い方ってのはいいね。なんかすがすがしくなる。ということで、まあこれちょっと続けれたらなと思います。はい、この動画が面白ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またお会いしましょう。おやすみ。はい。